あ、美味しい。懐かしい。懐かしいけど家では出ない香りがしてますね。撮影関係なく食べ続けてますけど大丈夫ですか？美味しいですか？美味しいです。いやいいとこですね。なんか雰囲気がある、なんかねこう暮らしたいみたいな感じのところね、暮らしたい、マンションとか商業ビルとか事務所とかいろいろ混ざってるのが町の健全な形やと思いますよ、あったあった、あそこ喫茶店ですよ、はあ、アッコリエンテ、アッコリエンテ、変わった、 あれなんや、欄間の細工に朱色塗ってあるわ、変わったことしてますね、面白いな。マッコリエンテ、焼肉屋さんでねマッコリのメンテって言ってる人おりますけど、マッコリエンテですわ。お邪魔します、こんにちは。こんにちは、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この辺かな。あ、すみません、お邪魔します。はい。わあ、音楽好きなんですね。そうなんです、めっちゃ好きなんです。ああ、表もレコード飾ってありましたもんね。はい。うん、いいですね。ものすごい偏ってますね。秀樹多いじゃないですか。すいません。最初は秀樹さんばっかりですよ、はい、ここ。そこはあの秀樹コーナーで。秀樹コーナー。はい、私が見える場所は最初秀樹っていう感じに。はい。2016年にオープンしたミュージックカフェアッコリエンテ。レコード集めが趣味で、特に西城秀樹が好きだというママ黒川さんが入れるこだわりのコーヒーが人気のお店。お客さんお好みの音楽をかけてくれる癒しの空間です。なんかいい構造ですね、ここね。ありがとうございます。なんかカウンターもこれ なかなかここ昔ながらの元スナック。あ、昔スナックやったんですか、ここ。昔、はい、うちが借りた時はもうスナックやめた後だったので、ちょっともう削ったりとかいろいろリメイクしてもらって、もうカウンターはそのままレトロ感がちょっとあるので使わせてもらって、ね、そうですね、いいですよね、ここら辺の R がね。そう、昭和の、はい、もう昭和の本当に、うん、ここ肘置きやすいからね。そうですね、そうなんですよ。コーヒー専門店と音楽ミュージックカフェ&コーヒー専門店っていう感じで、コーヒーの種類は一応これだけそこに貼ってるの以外でこちらの方が置いてある形になりますね。サントスキリマンジャロ、ガテマラ、水出しやってますね。水出しアイスコーヒーは、ね、サントスニブラとマンデリンっていう深入りのコーヒーで、深入りでやるとね、はいはい、やってます。と苦くて甘い、ね、そうですね、水出しならではのやっぱり、うんうん、はい、まとまった味になります。何時間ぐらい出してるんですか、これ、こちらのちょっと長い色音の方で5時間くらい全部落ちる感じです。夏はよく出るでしょうね。夏はよく出ます、ひっきりなしですね。あ、どうしようかな。コーヒーは深入りが好きなんですけど、はい、初心者は何がいいですか、ね、深入りでしたら、はい、うちのマンデリン飲むとまた全く違うっていうので結構ハマる方も多いマンデリンです。ああ、そうか。マンデリン、深入りのマンデリンをいただけますか。わかりました。はい、お願いします。お酒も結構置いてらっしゃるんですね。はい、だから僕の好きなお酒がいっぱいありますわ。ね、息子がチョイスして買ってくるんです。ああ、値上げした格。失礼しました。ありがとうございます。いただきます。こちらのマンデリンは生成の方法が少し違う豆が一番入っていることによって、うん、普通のマンデリンと違う味わいが。深いですね。うん、コーヒーらしいいい苦味と、その奥の方にちょっとだけ甘いのがね、はい、後でスッとくるのがいいですね。いやー、これは値打ちの豆ですね、はい、うん、すごいファンが多い豆ですね。
アッコリエンテっていうのはイタリア語で、はい、居心地がいい、居心地がいい、はい、心地よい空間とかいう、ちょっともうお客さんリラックスしていただけたらなっていう気持ちでつけた名前なんですけど、まったりエンテですね、はい、そうですねそうですか。喫茶店始めるとなると、はい、なんかきっかけがないとそういう方向に行かないですよね。まあ、私も昔からのこの飲食業しかやったことがなくて、あで、まあ、結婚して持ち子供4人いてるんですけど、あら、まあ頑張りました、でまあ、子供たちがみんなもうちょっと手が離れた後、そろそろ自分でやってもいいんじゃないかっていうことで後押しをしてくれて、あの少し出資とかもね、手伝ってくれて、親孝行やね、みんな。そうですね、はい。ご主人は別のところで仕事なさってるんですか？あ、そうです。でもお店のものは全部あのマスターが作ってくれて。マスターがってことは、はい、他で店をなさってるってことですよね。やってたんですよ、自分でもずっと、はい。お店のフードメニューは元フランス料理のシェフだったご主人が全て担当しているそうで、カレーライス、ハヤシライス。あ、カレーあるんですか？あります、はい、カレーライス、ハヤシライス、うん、カレーがものすごく気になるんですけど、はい、カレーすごくお好きな、カレー好きなんです。はい、カレーをちょっと所望したいんですけど、はい、大丈夫ですか？あ、大丈夫です、はい、お願いします、はい、15種類の本格的なスパイスやハーブを使いながらも、あえて市販のカレールーを入れるのがポイントなんだとか。あ、美味しそう。うわ、これもすごい懐かしい。懐かしいけど家では出ない香りがしてますね。そうですね、あの家庭の味を思わすようなプロの味というふうにマスターは、はい、はい、これは絶対うまいに決まってる匂いです。こちらも赤ワインビネガーのピクルス、こちらも手作りです、はい、赤ミニトマトとピーマンですね、はい、うわが来て、甘みが来て、はい、辛みが追いかけてくる。そうですね、後から辛さが来ると、うん、はい、いや、これは深い、うん、これは人気メニューですよね、きっとね。そうですね、レトルトがあったら買って帰りたいという方も、うん、撮影関係なく食べ続けてますけど大丈夫ですか？美味しいですか？美味しいです完食ですね。どうです？ありがたいです。今週はね、こちら、ビワのケーキになるの。ビワ、はい、だいたいこれ週に1回水曜日だけ限定で作ってるケーキなんですね。いや、美味しいですね、うん、僕誕生日はこれがいいわ水なしコーヒーを、はいはい、あの5時間の方分かりました、いただけませんか？はい、昨日入れたのがございます。あ、そうですか、はい、気になってたんですか？気になってましたねこちらブラジルサントスの水出しになってますね、はい。甘いね、すっきりしてます、ね、うん、シロップ入ってないのに甘いよ、はい、うん、うん、幸福感出ますな、ありがとうございます。ここからは喫茶店の落ち着いた雰囲気の中でご自身の話を聞いていきます。初めて買ったレコードとかって覚えてたりしますか？あ、自腹で買った、あ、ね、あの
フォーククルセイダースの、帰ってきた酔っ払い、ほらは死んじまっただってですね、天国へ行っただあれですかね。でその後ケメコの歌、デュワパーパフジワイダンダみたいな歌もう知らないでしょうね、うん、変なんばっかり買ってたんです僕子供の時ね月亭課長の嘆きの母音とかね変なんばっかり買ってましたわ、あかん子ですわ